同じ理由ならもうやめましょう。もうさっさと釣られに行って。面白くもなんともねえから。どうせウルトラレア使ってるから。もうろくでもないから。ウルトラレア使ったってもう参考試合だから。マップ指定とかウルトラレアはもう参考試合にしかなんねえから。お金値しないってやつ。プリン。あら。俺もつまんないやつよ、トーテムで。トーテムでやってるやつ。つまんないやつ。ダムとのタイミングとルインと、あーもうワープされるよこれ。やばいパターンよこれ。なんかしかも使ってる。そう。
何これ、なんか闇との対面食らったから、これスインとかでも、これオーテムゲームされてもつまんねえんだよマジで。ほんまたこれか。またこれだわ。呪われるわ、もうこれ。入れ替えるよな。なんで回さねえんだよ、エズビスコンティはよ。マジであそこんとこ回さねえんだぜ。野良ってマジで奇跡だろ。一回も捕まってないやつがあそこ回さないんだぜ、チームのために。マジで衝撃だろ。一回も捕まってないやつが最低プレイヤーなんだよ。これ見ればわかるんだよ、人間性なんだよ。普通のやつ回すだろ、お前、あそこよ。マジで呆れるよ、こういうやつよ。何の意味もねえだろうよ。本人呼んで回復もしねえんだろ、6人よ。回復しろよ、まずよ。なんであそこ回さねえんだよ、まず。意味わかんねえんだ、あそこ回さねえ理由がよ。意味がまずわかんねえだろう、あそこ回せない理由がよ。
ブルブルオードンのこの。なんでおめえは。な、俺が行く。狙われろよ、お前はよ。何の役にも立たねえんだから。狙われたらいいだろ、自分が。向こう回さねえんだよ、エース・ビスコンティって。マジで論外だよな。向こう回してくれないの、ひたすら。向こうのとこ回しゃいいじゃん。向こう回さないんだよ、もう。ダメだやつだよな。向こう回してくれないの。どこも回さねえの。ほんとダメのらって。どこが回しゃいいだろうよ。いやーもうほんとこいつ最低だよ。マジで見てわかるこの最低ぶり。でも俺はセーブルボードを救わなきゃいけない。あれ、どこにいるセーブルボード。あ、いねえわ。これ黄色のテレビだったわ。何してんだろうこれ。呪いのメーターがやばすぎっからもう。ついたのか。あ？男がついた。フェイズしろよ。俺がヒロちゃんの力な。感謝しろよ。二部チームでも一部にトップに引き上げる背番号10番。足角、エースは捨てる。こんなずる賢いやつは捨てる、絶対に。俺の気持ち、これよ、これよ、ヒロちゃんデッドバランスを回す。ウォッシュチェイスをしろ。
俺はリーチ。でもここ一番で輝く。俺がここにいる位置がものすごい強い。今日やって、そうなんですよ。僕がこういう終盤でここ一番でいるゲームってもう勝ってるんですよ。僕いないゲームって負けるんですよ。エース的な感じのただのモブがやられても別に僕がいれば勝ってるたりする。本当なんですよ。本当なんですよ、これ。本当に。レージョン戦は参考試合なんで。あの、ま、あの、もう、ウルトラリア使った時点でもう、反則行為な。やっぱりな。縁だと思ったらこいつ鍵持ちじゃねえかよ。助けなくてよかったよ。俺。ほんと。こいつね、誰よりもね、なんか安全策取ってるやつなの。こいつ、なんだろうって感じの。なーんかね、テーブルボードは普通にやってる人よ。スイスコンティ見てるとね、ムカつきが止まんないって感じのなんかね、あの感じ。なんでなんだろうと思った。うん、鍵持ってた。あっち抜けのなんかアーカイブでもあったか知らないけど。これは勝って、これはだってウルトラリア使われても参考試合にしかなんないでしょって話だからね。ウルトラリア使うやつがやたら多いよ、ほんと。